夜の光る18歳になってしまいました。そうけど11時半まで起きてたんです。11時半まで起きてた記憶があったんです。あ、時計見て、あ、もうちょっとだ、もう布団入りながら、あ、もうちょっとだなってね、梅とお話ししながらなんですけど、ねえちょっとあ、カッキーさん、タワーありがとうございます。タワーね、今日はね、いつものね部屋着じゃなくちゃんとお着替えしてまいりました。バッチリメイクです。あ、クラッカーもありがとうございます。嬉しい。はい、ということで本当に18歳18歳になってしまいましたが、18歳、まあね、なんか気持ち的にはなんか全然実感ないし、あ、18歳かって感じなんですけど、ありがとうございます皆さん。はい、まあでもまあそうですね、まあちょっとお話ししましょう。ちょっとお話ししてなんか別に、ね、改まって言うもんでもないですけど、まあそうですね、17歳を振り返ると、まあコロナの影響もあって、そのね、満足にお仕事はできませんでした、正直。しかもやっぱり活動ね、なんか家にいる間にちょっといろいろありましたし、そう、あ、お城、お城ありがとうそう、なんかまあいろいろありまして、まあ本当に辛いなとか、まあ会えないの寂しいなとかいろいろ思ったんですけど、まあね、だから正直ちょっと残念なっていうのもあれですけど、残念な1年だったなとも思ってます。でもまあね、上半期っていうんですか、1月から3月にかけてはたくさん劇場を出させていただいて、それはねすごく嬉しくて、でもやっぱり、そう、やっぱりもっと劇場出たかったし、お仕事もっとしたかったしっていう思いはあります。皆さんにも全然会えずに、まあ、ひかね、もともと SNS は得意じゃないしね、ちょっと SNS 全然してなかったり、ありがとうございます。そう、まあちょっとね、だから言えば本当に少し残念な17歳ではあったんですけど、それをね18歳で巻き返せるようにね頑張りたいなと思ってます。しか正直あの、まあね、ユーリーさんみたいにたくさん劇場は出たいし、まあ一応ね後輩っていうのはあれですけど、新しい子たちが入ってきて、でね、まあ一応18歳っていう、もう入ってから5年目になりまして、もうやっぱり何でしょう、子供気分ではいられないというかもうね本当に子供ではない年になりまして、しっかりしなきゃいけない年になりましたので、まあしっかりしながらね、しっかりしながら、はい、そうですね、しっかりしてっていうもうなんか全然まとまってないけどさ、ありがとうございます皆さんコメント。しっかりして、まあね、新たなことにも挑戦して、まあでもね、ちゃんと現実を見てそこはね本当に今現実を見て、でもやっぱりアイドルで、ね、こうやってね、このアイドルになったからにはやっぱり何かしかも正直残したいなって思うところはあるし、そうだな、なんか残したいし、やっぱりアイドルじゃなきゃできないことってあるじゃないですか。ありがとうございます。アイドルじゃなきゃできないこと、まあやっぱり皆さんに笑顔を届けるだとか、もちろんねお仕事の面でもステージに立つ、他にもねモデルさん、女優さん、まあバラエティ、他にももっとありますよね、まあ、企画的なものでも
こういうことに挑戦しますとか、そういうのはねやっぱりここにいなきゃできないことっていうのはきっとあると思うから、そういうことにたくさんチャレンジしていきたいし、まあ、ひかね好奇心旺盛なんで割と何でもやりたい人なんですけど、うん、いろんなことにチャレンジして、で新たな一面をね皆さんにお見せできたらいいかなとは思ってます。はい、まあね最近ちょっといろいろやばいんですけど最近のショールーム見てるといろいろ自分やばいんですけど、そうね、デビュー当時は真顔のね顔死んでるって言われてた子なんですけれども、まあでも楽しんで、あ、主権さん光っていう名前だ、光さんだ、ありがとうございます。楽しんで、あ、タワーありがとうございます、タワー、はい、もうたの、もう本当にもうとりあえず楽しむ、あ、2本もありがとうございます、かわいい本当にもう楽しむっていうことはでも正直第一かなと思ってます。楽しまなきゃやっぱり見てる方も楽しめないだろうし、そう、でもやっぱりヒカは正直無理するとね、自分でねちょっとキツキツにしすぎるとしんどくなっちゃうところもあるので、まあでも自分楽しんで、でも自分のペースを崩さずにヒカらしく この18歳も頑張れたらいいなと思います。ね、本当にもう17歳も応援ありがとうございました。そして18歳も、もう18歳もと言わずに、もうヒカがね、まあ活動を続ける限り、まあもしかしたらね活動を続けてなくても、あの卒業することになってもこれから先もありますから、ぜひずっとずっとずっと応援していただけると、はい、19歳も20歳も21歳も22歳も30歳になっても40歳になっても40歳はどうか分かんないけどぜひね応援していただけると嬉しいなって思います。ギフトありがとうございます。あとはそうですね、あとはやっぱりヒカ結構時々ね言ってるんですけどはい、あの時々言ってるんですけど、みんなとやっぱり思い出を共有したくて、すごくこういうことあったよね、楽しかったよね、こういうことあった、つらかったよねって言って、そういうことも一緒に共有してたくさん活動ができたらなって思います。イエイ、もう恥ずかしいわあ、ひかるくんって呼んでくれると嬉しいな、オッケー、ひかるくん男の子ですねクラッカーありがとうございます。やっぱり共有することで楽しさは何倍にもなるし、まあ、辛いことも分け合えるし、それは多分ヒカだけに限らず全然本当になんか皆さんもなんか悩みがあったら、まあね、ヒカで解決できるかは分かんないけど、なんかちょっと言ってほしいなって、そうね、もしかしたらね、なんか本当にまた外れなこと言ったり、なんかそれは違うんだよって思うこともあるかもしれないけど、でもひかなりに皆さんのこともねやっぱり一緒に進んでいけたらなって思うので、はい、ぜひ何かあればご相談ください皆さんで一緒になんか進んでいきましょう。あ、初見じゃない？そっか、ありがとう、中2の頃から、ありがとう、嬉しい。なので何かあればぜひなんかヒカもいるよっていうことを覚えておいてほしいなって思います。なのでよろしくお願いしますすいません、もうなんか文章まとまってないし、ちょっとね何言ってるか分かんないかったかも、分かんないかった、ん？分かんない方もいたかもしれないけど、
そうね、泣いたり笑ったりたくさんのことしてね、いけたらなって思います。あ、だるまありがとうございます。いやでも本当になんか幸せだね、こうやって誕生日でみんなにお祝いしてもらえるって。あ、タワーありがとうございます。いや本当にまあね、もちろんそのチームメイト入ってない時もお誕生日はお祝いしてもらってました。友達とかやっぱり家族とかにもお祝いしてもらってたけど、やっぱりチームメイト入ってからさらにたくさんの人にね、なんかもしかしたらヒカファンじゃない方からもおめでとうって、お誕生日おめでとうってすごいたくさん言ってもらえるのは本当に嬉しくて、そうびっくりでしたね、入った当初は。あ、こんなに祝ってくれてる方がいると思ってすっごい嬉しくて、もう幸せですね。だから本当に、あ、ハートもありがとうございます。幸せです、私は幸せ者です、世界一の。照れちゃうね。ありがとうございます本当に皆さん、いっぱい、なんか毎年ねすごい増えてる気がしてるんですよ、言ってくださる方が。そうだからその言ってもらった分、しかも皆さんに恩返しできるように、いっぱいいっぱい返せるように活動頑張ります。なので見ててください。そう、しかも今日ね、あのメンバーからもたくさん LINE が来ました。嬉しかった。で、あ、これはタワーなのかな、ギフト、誕生日ケーキ、ありがとうございます、ありがとう。奈々さん一番でした。そう、しかもあのなんかユイリーさんのところにね言ってたらしいじゃないですか、あのツイッター見たんですけど、ユイリーさんのところになんか一番狙って LINE したんだけどみたいな言ってたらしい、嬉しいじゃないですか。まあ日か見たんですけど、それ見てたんですけど、本当に一番だと思って、ありがたわ、本当にありがとうございます。ギフト奈々さんから一番に来ました。0時00分でした。嬉しかった。しかも電話かかってきたんです今日。そう、嬉しかった。恥ずかしい。もうねちょっと挙動不審だったかもしれないんだけど、電話してる時に、そう嬉しかったです。あ、それでね、それでね、ちょっともう恥ずかしいですけど本当に嬉しかったです。ユイリーさんとかナギちゃんとかいっぱい連絡くれて、そう、あ、ひなのんとかからも連絡来たんです。そう、あとはね、いとこからもね、いとこからもなんかひかの写真で作ったなんかいろいろね、なんか加工した写真が送られてきて、そう、ハッピーバースデー光るって書いた、もう可愛すぎるだろうと思って。ちょっと自慢しちゃうんだけど、そう、奈々さんがひかのこと大好きなのいつもつまり、ひかも奈々さんのこと本当に大好きです。もう奈々さんいなかったらあのこんなに活動続けてないんじゃないかなっていうくらい本当に助けてもらったし、そう本当にいっぱい助けてもらってる、恥ずかしい。そう、そんなに本当にもう
そのくらい助けてもらってて恩人です。もうね大好きなの。やばい、涙出てきちゃったまた涙出てきちゃった。もうメイクが崩れるから泣かないように気をつけてたんだけど、恥ずかしい。いやなんかねなんか LINE にも電話にも、あ、ギフトありがとうございます、なんか生まれてきてくれてありがとうって言ってくれたのがすごい嬉しくて、本当に嬉しくて、いやもう本当にヒカこそもう7歳いなかったらどうなってたか分かんないし奈々さんがいてくれてよかったなって本当に思います。よし涙止めなきゃまた目が腫れちゃう。ありがとうみんな。恥ずかしい本当にもうめっちゃ嬉しくて、鼻真っ赤になっちゃったギフトありがとうございます皆さん。そうもう嬉し泣きです。これはは、はい、ありがとうございます皆さん。ダメージは減らない、むしろ上がってくよダメージダメージじゃないHP 上がってくよ、ダメージは上がってっちゃダメだ。HP は大丈夫、本当にもう奈々さんがそう言ってくれたのがもうすごく嬉しくて、本当になんかそう言いたいのはヒカなのに、そういっぱい助けてもらってね、ヒカなんか何もできないのにそう言ってもらえてねはい、ということでご飯にしましょうすごいタイミングでご飯に行きます、はい、ご飯に行きます。まずね今日のメニューを急にね、そうもぐもぐタイムね。皆さんもねぜひご飯まだ食べてないよとか用意してる方がいたら一緒に食べましょう。今日のあの平野光のご飯はちょっと待って、涙で泣いちゃったせいかさ前がぼやけちゃうんだけど、すごいまつげのせいだなきっとこれ。今日の平野光のディナーはチーズフォンデュです。イエーイパチパチパチイエーイフー。お母ちゃん来ないかなお母ちゃん、お母ちゃん来てお願い、わかんない。チーズフォンデュ、ヒカがね最近ずっと食べたかったチーズフォンデュです準備の仕方がわかんない
シルベボンのタルト買ってきたのいいな、めっちゃ有名じゃんいいね。あ、それでね、ちょっと待って、あ、いいんで、後で話そう後で話すわ、これネッシー、ネッシーじゃない、恐竜くんです。お誕生日ありがとうございますごめんなさいね、鼻水ずるずるで。チーズフォンデュです。はい、ヒカがね、フォンデュするものを事前に準備してきました。そしてに食べよう、うん、泣いちゃった赤い、いえ、分かんないやり方。火は、火はね、固形燃料ここにある、チャッかな。はい、そう、こっちもね、なんか吹雪っていうよりなんか台風来たみたいな台風来たみたいな風がすごかったです。ほら、めっちゃ綺麗に盛り付けたと思う。さすがヒカ。固形燃料ね。これ外す？これ外す？そのままで。これ溶けるの？入れます。で、はい。待ってね。今から作るんで、待って。はい、牛乳。チーズ、はい、頼んだ母ちゃんは映りません。でも今日一緒にご飯食べようよって言ってたの。あ、見て見て、お、あ、もらったの、ね、ほら見て、お姉ちゃんからもらったすごい嬉しいの。そんだけしかない、足りるかなと思ったんだけど、そんないっぱい連絡ない。そう、お財布、なんかね、朝ね、LINE がね、来てたのね。いい、いいよ。 LINE 来てて、おめだけだったのね。おめでとうのおめだけ来て、ひかも、じゃあありってありがとうのありで返したのね。で、まあそれでね、まあ今日の誕生日、今日の誕生日はね、それで終わりかなと思ったら届いちゃいました。びっくりびっくり、平野光宛てに。すごい焦げる匂いするそう、あ、炭酸水溶かして、危ない、怖いんだけど、なんか溶けてる溶けてる、本当に大丈夫、なんか垂れたよ。大丈夫大丈夫、ちゃんと綺麗になる、あ、多分スプーンある、これ、キベラ。姉ちゃんね、何歳、二十歳。いやー、もう嬉しくてね。平野家ってさ、なんか略数、ん、牛乳いる、うん、チーズいる、お皿、あ、ごめん、お皿持ってきてない。お皿持ってくる。平野家はね、なんか略すんですよ、割と。あの、ただいまをただとか、おかえりをおかって言ったりするからそうね、ね、お兄ちゃんの時特にそうだよね。ただだから、ただおかめんどくさいだけでしょあとは一滴いってらだからそう今日のピアスかわいい、ほらお母ちゃん好きなやつ、うん、いいよ喋ってて、なんか話しづらいチーズ足りるかな、ただはおかしくない、チーズ、あ、じゃあちっちゃいお皿も持ってくした方がいい、了解は量ですねい
そう、ちょいちょい略しますね、いろいろ。だって経年齢が、ありがとう。嫌だわ、いや、うん、嫌だとかは普通に嫌だ無理って言うんだけど、そう、でもなんか行ってきます、行ってらっしゃい、おかえり、ただいまとかはもう本当にめちゃめちゃリラックスだからね。ひかがね家にいて、お兄ちゃんが仕事行く時とかね、結構お兄ちゃんね、行ってきますって言いに来てくれたりするのね、部屋まで。ひかが部屋にいる時、そう、ひかしかいない時とか特に行きますって言いに来てくれるんだけど、その時も行ってき、行ってらだから何県の方？石川県の方です。全然方言とかじゃないんだけどね平野家特有。あ、ありがとう。おはようございますわ。おは、おはだね、うん、おはって言うよなんかお兄ちゃんが全部そうするあ、ハートありがとうございます。チーズフォンデュね、ちょっと出来上がったら写しますね。ありがとうはあり。今日ね、これ久しぶりに来たの、うん、おやすみは、うん、引くお休みは略さないかも。お休みってね、うん、手写ってる、やだ、え、手写ってない、大丈夫大丈夫。ふかの顔だけ、ここだけ。牛乳入れすぎたかなまあ一緒に食べよう、うん。ごめんなさいは、もうそんなごめんなさい言う年じゃないもんねあまり言わなくない？そうだね、なんかいつの間にかだって喧嘩して元に戻って買い物行こうじゃない？うん、うん、なんかもうごめんなさい言うの恥ずかしいもん昔はね、ごめんなさいって言ってたけどもう言わない、恥ずかしいから絶対牛乳美味しかったね。パパ買ってきてくれたんだよ、うんうん、だんだんチーズ増えてくあー美味しそうだね。お腹鳴っちゃった。チーズフォンデュね、はい、はい、ごめんねごめんね、なんか懐かしい。兄ちゃんだね。ドバンで忘れカードもらった、ヒカももらったぜ。割とちゃんと取れてたからよかった、いつもよりちゃんと写ってました。具材発表はね、チーズフォンデュできてからにしますね。もうちょっと、うん、別にいいよ。ヒカ、お母ちゃんが大丈夫ならそれで、固形だって食べれんしょ。大丈夫、あ、大丈夫な。顔真っ赤だね、すごい、ぽつり。ちょっとだよね、ん、あ、まだあ、ハートありがとうございます。 U 字工事さんか、一回、うん、共演してる、写真撮りました。ピースピースしたっけ、あ、これしてた、こうやって
写真撮ってもらっていいですかって言って色白になったよね。言われる、それめっちゃ言われる。真っ黒だったのにね。ね。うん。写真ないの？写真あるよ。すごいヒカのすっぴんの時の顔。大丈夫かな、うん、分かんないけど、ほらゆうじこうじさん、あ、クラックありがとうございます。あ、パワーありがとう、ありがとう、嬉しい。一緒に写真撮りました。かの誕生日に満月やで。あ、そうそう、昨日ね、お兄ちゃんとね、月綺麗やねって言って車で帰ってきてん歌いながら、感電歌いながら、月綺麗やなって言って友達じゃないです、お仕事でご一緒しただけです。あのね、ピンボケはね、多分ね、このカメラの、あ、オッケー、じゃあ、ちょっとだけこれどかちて、はい、いきます。映ってる？ヒカの携帯がこんな感じです。チーズフォンデュで、エビ、ブロッコリー、ジャガイモ、アスパラガス、ソーセージです。これをね、フォンデュします。美味しそうでしょ？美味しいんですよみんなもね、一緒に食べよう、ご飯いきます。はい、食べよ。あ、待って、乾杯しなきゃ、待って、乾杯、乾杯しよう。あ、コップ、待って、こんかった乾杯しましょう。そうですね、持ってこようかな。持ってきて、急いで、急げ。ウィルキンソンです。皆さんもね、ぜひ食べるものなくても、お飲み物だけでもご用意ください。お水でも、炭酸水でも、お茶でも。乾杯だけしましょう。あ、ケーキありがとうございます歌声聞こえてたソーダ水って歌いながら出てたよちっちゃい声で。ああね、ゾロのコップ、ちょっと待ってね。お母ちゃんが今飲み物取りに行ってるので、今日はね、一緒にだって一緒にね、お母ちゃんとご飯だね。炭酸水です。はい、それじゃあ、なんて言ったらいいの？乾杯でいいの？いや、17歳もありがとうございました。そして18歳もよろしくお願いします。乾杯！イエーイ！食べよう食べよう。はい、食べます。みんなでご飯食べよう。いただきますね。なんか怖いんだけど、ふつふつしすぎて。熱そう、熱そう、絶対熱い。あ、焦げてきた。止める？
ちゃ美味しい。何なんだっけ、ブロッコリー美味しいね。いただきます。どうぞ。ブロッコリー、初めはね、緑のものから食べます。意識高め。美味しすぎ。何がいい？じゃあ、何にしよう。エビでしょ。エビ？おばばがね、ちょうどエビのサラダ作ってたからそれ拝借した。美味しくない、うん、じゃあね、皆さんお待ちかねのあんですよ。待って、フーフーしてあげるから。あー、改めてやるのなんか恥ずかしいな。うん、エビも美味しい。これ絶対パンつけたら美味しいよ。ごめん、パンなかった。刺すのは刺すぎて。出ちゃった。おいしい。明日の夕飯ポンデュしなしな。めっちゃ美味しいから。ソーセージ行こう。ソーセージも入れてきました。美味しい。みんな何食べてるの？みんなのご飯は何ですか？ポテチ。ポテチ好きよ、ひか大好き。なんかセブンのね、サワークリームオニオンがめっちゃ美味しいの。お、ケーキ。あ、お寿司、おでん、あ、いいね。みんなそれぞれですね。うん、ジャガーさんも食ってね。食べた。食ってんねって。チーズフォンデュはね、なんか普通に牛乳にチーズ入れてなんか溶けるまで待つだけ、うん、です。あ、お、危ない、揺れちゃった。エビ。韓国のりのみ、寂しい。ちょっと私のまだの人オムライスにしよう。ひかにご飯聞くと大体オムライスになるから。みんな
何チーズこれ、とろけるチーズ、うん、ナチュラルチーズしか食べれないもん。なんかね、ピザ用チーズみたいなやつだね。なんかもともと切れてる。ジャガさんいきます。ジャガさん硬くない？全然よかった。余ったやつもモーメにあげていいよ。ジャガさん、オムライスにフォンデュかけて、あ、でもオムライスにチーズかける、うん、あるよね、美味しいと思う絶対。え、マジ美味しいね。ソーセージも食べてよ、うん、今日ね朝ごはん食べて、お昼クッキー1枚しか食べてないね。お腹すかすとこ思って幸せ。次アスパラが溺れた。うん、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 ね、いいね。さっきのお母さんの歌聞かれてたで。何を？そうだ。めっちゃ聞こえてた。え、本当に？うん、歌声かわいいねって。割と聞こえるでどこでも。歌うまかったって言われてる。やっぱりソーセージもうちょっとあったかい方がいいね。うん、ね、何に狙い定めてんじゃん。どれ、声がヒカに似てるね。それは嬉しいの？うん、嬉しいんだって。ありがとう。結構お腹膨れた。うん、ね、ヒカに声似てるって言われても若く思われてると思ってるんでしょ？そうね、どっちかっていうとヒカがお母ちゃんに似てるってことだよね。あとから生まれてきたからさ。なんか勘違いしてたけど。ヒカのここを直してほしいってことはありますか？頑固者。頑固者だって。そんな、うん、頑張ります。自覚ないとさ、分かんないじゃん。まあ、ありがとう。
うん、チーズちょっと固まってきたね。うん、光るん頑固なのに、それは光に光れてもわかんない光は自覚がないから。そう、え、頑固じゃない気がするんだけど。頑固だよ。どこが、どういうところが。いや、わかんないわかんないみんなに見せてないから、うん、あ、頑固だよって言ってる人いるわまあそうね、うん、いい方に触れたら頑固もよきよきだって、うん、確かに場面で考えるとね、いい時と悪い時がきっと出てくるんだよね。それで、あ、ケーキありがとう。じゃあいい時に出せるように頑張ります。ちょっと人の意見も耳に入れてそれめっちゃ言われる前も言われたよねはい、頑張ります。長所でもある。まあ決めたこと貫き通すところ、長所でもある。どんどん出てくるって言われてるんだけどまあね、17年18年だね、もう一緒に過ごしてますから。でも優しいね、本当。うん、基本優しいね。基本、うん、基本、うん、基本根本がよかったです。それならよかったです、うん。ドボンのコメントでヒカ食べるよ。どういうこと、ヒカ食べるよってどういうこと食べていいよ、ね、だるまありがとう。あ、ひかがご飯食べるよってことだと思う。あ、そういうことか。でもちょっと分かりづらい。ひか食べるよ。え、食べられるの？食べられるのかな。あ、お城？ありがとう。イエイ。あ。だわ、ありがとうございます。ハツー、ハツー会いたい。ハツに またね、愛知案内してね。あ、梅の花ありがとう。お城、お城はこうやねんやねタワーはこうやねんえ、あ、こうか細かじゃあ山はじゃあこうね。山はこう、お城はこうらしい、うん、それを見よってかお城を見てって。そう、金沢城、そうね、金沢城だって、うん、まあありがとう。ねえ、ねえ、笑い事じゃないんだけどね。元気ありがとう、ありがとう。
なんでもない。いた。刺せてないの。ちゃんとちゃんと刺しなさい。こんな固まったの食べれる。うん。大丈夫大丈夫。別食べんなよねえねえ。聞かせたいんじゃん結局。あたありがとう。あねえ下行くときこれ持ってって。うん、もう行こうかな。ありがとう。お腹いっぱいなのに、はい、産んでくれてありがとうございます、はい、皆さんありがとうございます。後でちょっと取りに来るねまた、うん、取られてお盆。あ、それなら持ってけんじ。これ熱いよねと思ったらあんまり熱くない。入れるかな。いや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 、そうハートありがとう。歌ってほしいんだって。歌えるの？一緒に歌う？デュエット早やって。恥ずかしい恥ずかしい。歌う？一緒に？しかも一緒なら嫌じゃないでしょあんまり。何を？何を歌う？何がいい？ねえねえ、いい加減にしなさい。何の曲がいい？やだ、何やった？サブね。サブって何？何がいい？ひかいつも歌ってる曲とかでいいよ。何？何歌える？何？何？何歌える？いや、わかるけど。その中で何が歌えるっていう話してんねん。わかるよ。 AKB48 はわかりました。その中でじゃあねえ、あーとかじゃない、曲決めて言ってんねん。あ、47でいいじゃん。それだけ待ってね。47の素敵なあの街へ、1番1代目。歌える。ちょっとだけちょっとだけ。ちょっとじゃあ声で。それ聞こえるの？先に歌ってじゃん。歌入るから。でいくよ。せーの。47の素敵なあの街へ歌を歌い。ねえ声出てないよね。出しなさいね。出してよ。ちょっとだけでいいから、聞こえる程度に出して。いつもくらいでいいから。いつも結構大きいな。いくよ。ちょっと待って、そうだせ、普通に歌ってたやん。あ、初めからの方がいい。じゃあ初めから一番ね。じゃあ、真っ青な空を見上げて、誰かのこと思ってますか？今すぐに会いたくなった、誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。ノリノリじゃん。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。
大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。イエーイ、ありがとう。お疲れ様でした。ありがとう、またね。帰っちゃった。閉めれる？皆さん貴重なものを聞きましたよ、本当にありがとうございます。ギフトめっちゃ貴重ですから、人前で歌わないから、ショールームとかね、絶対これからもないかもね、もしかしたらね。聞けた方貴重ですよ。でもね、今一緒に歌ってね、あ、声似てるわって思っちゃった。ちょっとそう、ちょっと声似てるし、なんか少し裏声出す部分とかも一緒だなと思って一緒だと思いながら歌ってたね。やっぱり親子ですね。いや本当に貴重なのでね、よかったですね皆さん。お母ちゃん歌うまいと思うよ。うん、あ、炭酸水びっくりした、入れすぎちゃった。パチ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 、あ、跳ねすぎ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 、待って跳ねすぎだって。あ、ありがとうございます。ちょっと待ってね、今さ炭酸水入れすぎてさ、めっちゃ跳ねてんねん。ダメだ、落ち着け。ウィルキンソンだもの、ひかお。なんかもう顔になんかかかっちゃったよ。顔になんかウィルキンソンが。楽しいな。こんばんは。シュワシュワソーダ水緑色の別世界、なぜだか あ、ケーキありがとうございます。ガチャも歌いました。ソーダ水歌おう。じゃあ今炭酸水入れたからシュワシュワ言ってるから。急に頑張れ。はじめまして、いきます。ソーダ水、あ、梅の花ありがとうございます。喉が。ソーダ水、あなたがいつも飲んでたグラスの中跳ねてる強い泡たち、シュワシュワソーダ水、緑色の別世界、なぜだかとても大人に見えた。あの頃はまだ幼くて恋とは
気づかずにただ優しい家庭教師と思って接してた志望校の合格に抱き合い喜んだ制服の胸が感じた純情ソーダ水喉がチクチクするから飲めなかったずっと子供の私憧れソーダ水二十歳過ぎてトライした今さら思い出したみたいに。はい、ありがとうございます。ね、なんかね、炭酸水飲もうとするとね、歌いたくなるよね。ありがとうございます。ありがとう。そうだな、何時からドボンしよっかな。岩瀬さんがお誕生日おめでとうついえ、ほんと？すごい、 iPad を充電してたつもりになったけど充電全然できてないじゃん。コンセント刺さってなかった。ありがとうございます、ゆあささん。あ、クラックありがとうございます。そうだな、今日は7時45分からにしようかな。7時45分から、まあちょっとだけね、せっかく新しいカードが今日ゲットできたのでね。ひかるちゃん闇なんだね。え、そう、ひかも確かにそう思った。今そう、あんまり湯浅さんとね話すことってなかったので、今まで嬉しいですね。7時45分からドボンします。あ、そんなね長いことは しないんですけど、おめ、アリー。
ね、そうね、誕生日で当たったらラッキーですね。え、でも聞いて、ちょっと今日聞いて、ちょっとみんなにもう本当にお兄ちゃんにも笑われたの今日 , 笑われたんです本当に今日。まあ誕生日だし、なんとなくね、占いがやってたから占い見たんですよ。占いやってて、だからその占いをね、まあ誕生日だからと思って見たんです。見ました。何位だったと思う？ビリだよ、ビリ12位1月12位でした。え、嘘と思ってお兄ちゃんに、うわ誕生日に再会とかって言われたんだけど、しかも思ったよと思って、なんで誕生日の日に限ってさ再会出てくるかなと思って。だからね、ラッキーカラーが赤だったんです。ラッキーカラーが赤だったので、もう赤の靴下履きました今日はそうそう、星座じゃなくて月でしたね。そうで、ラッキーカラーが赤だったので、もう赤の靴下をね、ペコちゃんの赤の靴下を今日履きましたそう、いや、なんかもうもしかしたら1位来るんじゃないと思ったんです。最下位とやっぱり1位が発表されなくて、いや、いつも見てるから、いつも結構見た時は1位の時が多いんですね。だから、いや1位だよねさすがにと思ってたら、今日に限って12位か。いや、まあそれはそれでね、なんかお兄ちゃんに笑われて楽しかったんですけどそう、笑われました。うん、ね、服もちょっと赤にすればよかったかな赤持ってないんだけど、そんな、ありがとう。再会の実感ある？全然、だって幸せだもん今とてつもなく幸せなので、再会の実感はございませんねえ、こんだけ幸せでさ、再会だったらさ、多分1位の人はさらに幸せだったのかねそうほっぺが赤いから大丈夫？ほっぺはね、いつも真っ赤なのです。ありがとう。そうね、明日はきっとね1位だから。楽しい。顔真っ赤でやばすぎるけど超絶楽しいで。みんなのねコメントもすごいたくさん来ててね、途中までしか返せてないので、配信終わったらとりあえず返せるところまで返します。誕生日の一日、いやでも普通でしたよ割と。うん、普通でした結構普通に過ごしてました。いつも通り過ごして、でもまあまあまあ配信前にまあ準備してみたいな、そのくらい配信前にちょっとバタバタ準備してたくらい。そう、ももにも梅にもお誕生日ね祝ってもらえたし、
そう、いっぱいチューしてくれました。ケーキ食べた？食べてない。そう、でもなくてもいいんです、幸せだから。ほんでお母ちゃんと一緒にチーズフォンデュ食べたし、全然いいのです。ありがとう、ハッピーでした。ごめん、謝らなくていいよ。全然全然全然、本当に全然全然、うん、謝ることなんてないですよ。もうめもね、そう分かってるのかもしれない、もしかしたら。昨日ね、梅とね寝たんです。朝起きた途端チューいっぱいしてくれました。おめでとう、ヒカルおめでとう、チューしてくれました。あ、ギフトありがとうございます。ハートありがとう。明日ね、明日ケーキ食べるんです、多分明日か明後日か。そう、ヒカはもう本当に皆さんからいっぱいプレゼントをもらったので、そうコメントもねもらって、もうそれがプレゼントです。そう、もう今日はね本当にお姉ちゃんからもお財布もらってハッピーです。そうお兄ちゃんからはね事前に携帯ケースとあとオーブンレンジを買ってもらってたので、そうおばあちゃんとお母ちゃんとひかのお誕生日で、そう買ってもらってたのでいやお姉ちゃんからもらえると思ってなかった。もう最近ね本当にもう忙しくしてて、そうなんかもう大変そうにしてたから、覚えててくれて嬉しいですそうお兄ちゃんも朝寝起きてからおめでとうって、おばあちゃんも母ちゃんも言ってくれましたし、嬉しいですねやっぱりこれは大切に使います。まだねお金入れてないんです、こっちに。そう、ひか今使ってるやつもねお父ちゃんに買ってもらったお財布なんですけど、コーチのね。そうこっちはね、そのひか迷ったんです、こういう普通なんかもう可愛い感じのなんかもうサクランボ柄、サクランボとかベリー系のそうか迷ってて、で結局そのねあの可愛い系の方にしたので、これはもうずっと使えそう、7年も8年もずっと使います。こんばんは。そうなんです、なんか全然いつも聞かされないで急に来るからびっくりして嬉しいんですよね。でもそうなんかショールームにねケーキとプレゼントを持ってきた時も、そうその次の年も朝起きたらあの姉ちゃんはね先ちょっと家出てたんですけど、あのプレゼント置いてあって、開けたらあのパジャマ、可愛いパジャマがね、あで本当にサプライズお姉ちゃんですよねそうサプライズいつも本当にねなんかもう姿勢になんかパッとパッとなんかしていくので、そうハリネズミのやつです。あれね今でも着るんです。そ
そうだからひかもあのお姉ちゃんの誕生日何しようかなって今から考えてますひかもねプレゼントあげようと思って、あいつもね一応何かしらあげてるんですけど、ケーキ買ったりしてるんですけど、何あげようかなって、ピアスとかでもいいなと思って、ちょっとお高めのピアス開いてるんで、お姉ちゃんもピアスとかアクセサリー系でもいいし、難しいんですよねお姉ちゃんね だからいろいろ考えます。しかも何も言わずにしますよ、サプライズします、ケーキ買ってプレゼントします、おめでとうってねえ悩んじゃうよねプレゼント、お姉ちゃんのリアクションが気になる。あ、でもお姉ちゃんね割と普通ですよ、わーありがとうそう意外とシンプルなので、そうわーありがとう使うわこんな感じ、そうクールなんです意外と、でもね、なんかあげたものとか結構ずっと大切にしてくれる人なので、お洋服はね、なんかわかんないんだよね好みが、あ、ありがとう、好みがわかんないからどうしようってなっちゃうそう、好み、なんか似てたり似てなかったり、だからわかんないんですよね。あ、ギフトありがとうございます、いっぱい。だからまあそうね、でも事前にちょっと探るのもいいかな。そう、普段の様子見てたらね、あ、これ欲しいなとか言ってたりもするので、うん、ヒカはね、そうね、サプライズする前にバレそうというか、もう黙ってられなくて自分でバラしちゃう、プレゼントあるよって言っちゃいそう、何欲しいとか自分で聞いちゃいそうだから、もはや分かんなくて、ありがとう言っちゃうね、つい。少し高級なシャンパン、お酒飲むかなお姉ちゃん、てかひか買えなくない、シャンパンって学生というか未成年ケーキは買いたい、ちょっといいとこの、だから今のところ一番いいのはやっぱりアクセサリーかなと思ってる、なんか割とおしゃれ興味なさそうな顔して意外とおしゃれ好きなので、うんそう、私全然興味ありませんみたいな顔して、意外とねアクセサリーとか好きだったり、ピアス開けたり髪の毛染めたりしてるので、まあ本当は好きなんだろうなっていうだからまあご飯行くっていうのも手ですよね、そう、クール姉さんなんです
や本当になんか全然意外となんか楽な格好してると思ったらちゃんとピシッとしていくときはしていくし、そう、うん、昔はね本当にもう全然あんまり興味ないですって感じだったんだけど、最近特にね、デパコスはね多分ね姉ちゃんねあんまり興味ないんだよね。そう、あんまり興味ないはず。メイク用品に関しては詳しくないんです。とりあえずまあ安くてまあ、あのメイクのりいいものとか、まあでもそれでもちゃんとしたものですけど、まあキャンメイク、あと多分メイベリンとかも使ってるんじゃないかな。ねえ難しいねあ、ハートありがとうございます。だからこれから楽しみです。いっぱい考えます。ピカチュウ誕生日です、ありがとうございますイエイ、ピカチュウ誕生日だ。ギフトありがとう。ねえ。ああ。ありがとう。なんか何話したらいいのか分かんなくなっちゃう元気ありがとうございます。よし、ちょっと近づけますねでも近づけたら電気がいや、ちょっと待って、これからの抱負はね言っちゃったんですよ、先に。割と言っちゃったんですよね。こんばんは。ここにねライトがあるんです。なんかほらこれがなくなると一気に暗くなっちゃって、そうだからでもなんかこうやって当てるとなんか意外と全力で光ってますって感じしてるし、困ったな。よいしょ、これをちょっと背中に入れよう。そしたらもう少し前出ていい感じになるかも。後から来た人のためにもう一回、あ、いいよ、最後の方に。じゃあもう一回同じこと言ってたらごめんなさい語彙力が乏しいもので。うん、明るすぎてダメだ。次皮下が眩しい。これはいいんだけどな。全く違ってたら笑う。いや全く違うってことはない。基本的に目標とかって変わんない人なので。ケーキ買ってきた、あら嬉しい。そう、いつもあの心にあることは一つなのであんまり変わんないね。年々そんなめちゃめちゃ進化しますみたいなことはない。抱負は
まあでも経験してこれをもっとやりたいとか、そうこういう風にしたいとかはあるかもしれないけど、根本は基本的に変わりません私は。そう、ありがとう。そうね、頑固者だからね、貫いて貫いて貫いて貫き通していくんで。あれもモンブラン買ってきた。あ、そうね、お兄ちゃんの好物だから。でもヒカも好きよモンブランは。そうね、会えないのが残念です。やっぱり残念なんですけど、でも仕方ないから。ロールケーキいいじゃん。ロールケーキ、何ロールが気になる。ね、早くまた会いたいよね。ここにあることは一つで、しかもさ、コナン君って思っちゃった自分で。あ、チョコいいね。いいじゃないですか。ね、しかも自分で言ってて、あ、コナン君みたいなこと言ってんなと思っちゃったよ。すごくコナン君だなって思いました自分でも。あ、一気に暗くなったな。ダメだな、どうしたらいいんだろう。なんか明るすぎても困るし暗すぎても困るのよ私的に。あ、ハートありがとうございます。あ、でもこのくらいがいいかな。場所を移動してもいいし、今からちょっと待っててもらえたら移動できます。いつもみたいなアングルでの方が多分やりやすいかな、もしかしたら。ちょっとだけ待っててもらっていい？少しだけ移動するので。投げちゃった。ちょっと移動するので、ちょっとだけ一回